最高だね。ほでこのムースが届いてるのかと思うじゃない。全然届いてないけど。あいつが食って終わり。やりたかっただけじゃないですか。それだけ。仕掛け人のただただに楽しみたかっただけの時間でした。まあでもね、気持ち嬉しい ね、 そうですね。でも本当にありがとうございます。ストリーミングさんに作ってもらうなんて。ね、いやもう俺も仕掛け人の動画大好きわ。俺も大好きなんですよ。ね、すごい面白いですよ。このテンポやばいね。ちょっともせん。レシピ今更見たら出されても別にいいですよ。作り方の動画が全然雑だから。分かんないから。ないっつんだよ。いやありがとう。ありがとうございます。仕掛け人さん、ありがとうございます。すごいわ仕掛け人さん。仕掛け人さんでもなんかね動画でなかなかちょっとこれ祝ってくれないもんだよ普通は。そうですよね。嬉しいもんだよこれ。嬉しい、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。欲しいこれ、この動画欲しい。仕掛け人さんのこちらのお知らせの方も ね、 あるね、告知の方もツイッターもぜひチェックしてください。そしてチャンネルもあるのでぜひチェックしてくださいという、うん、仕掛け人さんからのお知らせの方もいただきました。ちょっとまたこちらの方の曜日もねイゴラジ遊び来てもらいたいね改めて。そうですね、うんうん、ものすげえスピード動画撮ってみてもらいたい。いやー本当に。あれ、え、何これすごいのが、またすごいの来たよ。わ、何これ、うわニコラジって風船じゃないのこれ。バルーンアート来ちゃってるよこれ。あらー、りょうくんにも、すげえ。あら、ちょっとじゃあこれ、ありがとうございます。ちょっとちょっとりょうくんこれ、はい、映るかなこれ、ね、映るかな。いや映るかなこれ。いや嬉しいね、みんな来てくれていろいろ差し入れしてもらって。うん、これですね。すいません顔映んないよね。ね、ありがとう、ありがとうございます。いいねいいねいいね、すごい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 。その前の方が、私は顔はダメですっていうね、早く早くそのカメラをどけてくださいっていう。え、そうですね、それはもう大丈夫ですよ、もう映ってませんよ、顔上げてもらって大丈夫ですよ。え、ね、じゃあ来ました、はい、来ました、来ました。さあいよいよでしょうか、う、ね、このピンポンは来ましたね。確実に、どうぞお入りください。来ました、来ました。ここでございます。すごい。間に合ってよかった。やりました、来ました。朝倉大輔さん。イエーイ。手袋についに、リコムクロスタジオ生登場。すごいことになっちゃいましたね。いやありがとうございます。ありがとうございます。なんですか、いや、本当にあれ、ガチで渋滞でしたか。ん、これは。すごい混んでて、ね、本当間に合わないかと思ったんですけど。なんとか、はい、ね、意外に間に合っちゃって、はい、正直にお話してくださったの、ね、そうそう、ね、とも、もうちょっと引っ張ればよかったですよね。いやいや、ネタ的に安心しました。これ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 、あら、なんでしょう、なんかお誕生日の人がいるって聞いたんで、すいません、僕も5月なんです、ありがとうございます。多分流れ的に僕ですよ、流れ的に。みんなにあるんだよ誕生日は。そうなんですけど、朝倉さんは久しぶりだもん。いや、この流れで言ったら多分僕じゃないかなっていう。重いよちょっと。すか、ありがとうございます。大したものじゃないんですよ、ちょっと情報調査したら、あら、ちょっと開けてみていいですか。いいですか、ちょっとこんなことないよ、なかなか。すごい綺麗になってたから、アーチとからプレゼントもらうなってことあるよ、いや、ほんとに。え、これも全然聞いてなかったんで。そうでしょ、だからやっぱ俺が受け取る。いや、違う、それはいいじゃないですか。それは俺でいいじゃないですか。さあ、開けてみましょう。一体何が出るかな、何が出るかな。いいですか、じゃじゃじゃんじゃん。ちょっと大きい、楽しみだね、やっぱいいね。いいね、これ開けます。開けて開けて、りょうくん。わぁ、マジ、ちゃんと調べてきてくれてるよ、ほら。かなり、ね、高級なね、なんか糖分が高めの、うん、美味しいやつ。糖度保証の箱入りのみかんなんですから、もう相当ですよ。食ったことないんじゃないかな、これ。あ、だったら食べない方がいい。ちょっと何で早い早い。なんでですか。早いよ、まだ30になったら。人生経験。俺、こんな高級な箱に入って、こんな20に分かれて糖度保証のみかんなんて25で食べたら、ろくな人生歩まないよ。もう踊れなくなるよ。本当にうますぎて。大変大変。いやー、すごい。いやー、嬉しいです、ありがとうございます。すみません、皆さんも何か巻き込んでしまってごめんなさい。うわー、やばいね。巻き込んでしまってすみません。ちょっとせっかくだから1個いっちゃう、これ。え、いっちゃいますよ、やっぱり。え、いいんだって、人生初でしょ。いや、本当に人生初です、僕。人生初の糖度保証のみかんですよ。じゃあ愛媛県産こんな高級な箱に入った、だって果物おかしいじゃん。片側がね、愛媛産で、もう一個が ね、長崎ってなってますよね。分かれてるんですよ、うん、そう。え、いいんすか、本番。いよいよ、どっち行く、どっち行く。これ、昨日夜中買いに行ってきたんだよ、これ、自分で。わざわざですよ、本人が。それで、おみかんだったんだけど、ちょっとプレゼントにしたいんでって箱を用意してもらって。うわ、何もかも。見てくださいよ、これ。ちょっとこれ、ほら、ほら、
通販番組みたいなの。うわいいね。うわもうこれ飾りてえ。ベッドの横に置きたい。いいね。いいね。ちゃんとその揉み方がいいね。最初ね。みかん慣れてるね。みかん。最初揉むんだよね。すごい。びっくりだね。綺麗に取れてるね。あ、それ剥き方間違ってない？あれ、おっと、朝倉さん的なのあるのか。ちょっと渡してみましょう、渡してみましょう。本当の持ち方、本当の持ち方、いいですか。おっと、これ人生経験。なんで2個袋着て、みかんの持ち方。これはすごい。まず軽く飲みます。飲んだ後に親指入れます。ここまでですね、こうやって、こうやって、こうやって分けるんですよ。ほー、なるほど。下からこう取ると、白いのが近くに。そうなんですか。返してもらいます。ちょっと待ってくださいよ。全然素人じゃん。じゃあそれで試します。他のほかのやつで練習します。すぐもう食べてます。山田さんも食べよう。食べよう。おいしい。いいの。おいしい。これ、あれ、ちょっと気がつけばもうプレゼントになっちゃう。今日もずっとみかん食べて終わろう。いただきます。いただきます。いただきます。いいよね、冬はみかんの季節だもんね。うわ、これはすごい。はい、まるで。まるで。それまるで。甘い。言葉になりません。もう無理です。無茶無理か。甘い。まるで甘い。その前に甘い甘い言ってたの。わかるよ、でも。ね。あとでじゃあゆっくりね、堪能してください。いや、ごちそうさまです。ありがとうございます。おめでとうございました。すごいわ、朝倉さん。まさかのみかんのね、あんな正しい剥き方まで今日教えてくれるとは。本当にそれ知れて嬉しい。すみません、今日そのために来たゲストじゃないですか。そうみかんのこと教えてくれるわけじゃないですから。僕になりますよね。やりましょう。いや、もう何度もね、それこそニコラジにはお越し、レギュラーもね、一時期1ヶ月やらせてもらって、あのスタジオがすごいですね。こんな豪華になっちゃって。もうなっちゃったんです。今やサテライトで、だから前なんか畳1畳ぐらいなところでやってましたもんね。本当にあの説はもう朝丸くんとね、金曜ニコラジオ。そうです、そうです。今や本当にそうです。しかも今日はまたね、本当に昨日おとといちょっとね、雨で寒かったんですけど、このね、天気にも恵まれて、こんなにたくさんの人にサテライトで皆さんお越しいただきました。こんばんは。いや、この距離で会えるから池袋はやっぱりたまらないね。いや、すごいですね。そうなんですよ。これ普段ね、なかなかお越しいただいてない顔ぶれならすぐ分かりますんで、朝倉さんの方からぜひ。上の方にもいるわ。そうなんですよ。本当だね。すごいすごい。これから毎日来ますからね、朝倉さんね。ぜひ見てくださいよ。ね。毎日来てもらわなきゃ。そうしとけば来んじゃないの。池袋はどうなんでしょう、朝倉さん。何か思い出っていうのは。池袋はめったにないな。本当、今日渋滞で遠いっていうイメージがね。本当に久々に来たぐらい。でも今すごいんですよ、なんか流行ってて、いろいろコスプレとかもね。ああ、多いですね。アニメ、そしてあと乙女ロードだとかいろんなものもありまして。で、みかんと。みかんと。急にまたね、これが。すいません、むちゃわけわ。甘い聖地にもなりました、これが。これを機にね。そうなんです。そう、2個目、あれ、本社も池袋にできたんですよね。はい、ございます。なので今下にはカフェもあったり、あとはイベントスペースもあるので、例えばもしかしたらね、本当に今後そういった活動をしていただけるんだったら、例えば大輔さんに1回いいですよね、下でイベントねとかやってもらいながら、上にラジオでも来てもらうとか、素晴らしい。そういうのね、やってもらえると非常にありがたいと思っております。はい。さあ、いろいろとお話伺いたいと思うんですけれども、最近なんとね、これファンの方も知ってるんですかね。朝倉さんの中でハマってるものがありますね、みかん以外で。はい。ハマってますね。なんでしょう、ズバリ。あの宇宙関係ですね、天体にはまって、はい、手ですよ、手、天体、ね、はい、皆さんご存知ですか、ね、天体、手ですよって、それは手じゃないんだって多分みんな聞こえてたと思うんですけど、手にはまったところですね、それ今誰が突っ込んでくれるかよ、びっくりしました、今様子見てたんです。もう何があったので、あの何度も言ってきますけど、池袋のビジョンでも流れてます。そうです、はい。なので天体観測にハマっちゃって、はい。え、これきっかけ何だったんですか。きっかけはね、あの4年前ぐらいにデジタル一眼レフのカメラを手に入れて、写真撮るの面白いなと思って、もっと遠くを見たい、もっと遠くを見たいってレンズをどんどん望遠にしていって、最終的に天体望遠鏡まで行っちゃって、その肉眼で土星の輪を見たいとか。え、今やもうそこまで、うん、見え、見え。この間もね、あ、いい自分の写真で。あ、ですよ。じゃあちょっとこの間もね、ええ、この間撮れたのがご自身で撮ったということですよね。そうです。ちょっと見てくださいね。さあ、撮れるんだ。こんな感じでございます。ちょっとこれは。すげえ。え、何これ本当に。アンドロメダ銀河。これなんかあの教科書とかで見たことあるやつ。そう、あのね、百科事典とかで。これご自身で撮影されたの。日光で撮りました。ええ。
これとかね、これとかあのオリオン座の真ん中にあるオリオン大星雲、すげえ、もう図鑑とかでしか見ないようなやつだ。でもね、やっぱね、本で見るのと自分でレンズで肉眼で見るとやっぱ本当にあるんだっていうの、本当鳥肌立ちますよこれ。すごい。確かに。アンドロメダ銀河とかって1000あれ250万光年？確かに。光の速さで250万年かかんないといけない。ですから見れるけれども、もう朝倉さんが行くわけにはいかないんですよね、今の技術では。どうやっても無理だね。うん、今のそういった科学的な、はい、まあ、理由付けで言うと不可能だと、うん、まあ、言われているんですね。うん、いけないんですよ、ね、すごいですね。でもやっぱりロマンはありますよね。なんかこう人がどっから生まれて、なぜ今生きてるかみたいなところ、はい、結構何真面目に語ってんだって感じですけど。いやいやいや、でも僕も実はそういう知り合いが、はい、しいですね。そうなんです、うん、プラネタリウムをね、それこそ小学校の時から作って、今や世界的に有名になってる、はい、あの大平貴之さんが、はいはいはい、あのいつも仲良くさせてもらってるんですけど、はい、地球外生命みたいな話を彼とするとですね、うん、いや、あ、僕大平さん会いたいな。ぜひちょっとそれセッティングしましょう ね、ぜひぜひ。僕やりたいなと思ってたのは、むしろその大平さんもいつもプラネタリウムで音楽使うんですけど、例えばそれは朝倉さんの音楽だとか、やるやるやる、ね、やるやる、宇宙好きな人が一緒にコラボってくれた方が絶対かっこいいプラネタリウム見れると思うのよ。普通宇宙のってああいうのってさ、なんかふわーってしたなばっかりじゃないですか。過激なね、EDM とか流したいですよね。大平さんって実はすっごい性格過激なんですよ。そうなんですか。なので正直すぐツイッター炎上してる人なんで、もうね、絶対僕はね、朝倉さんのそのスパイス入れてもらいたい。本当に、ね、もうちょっとなんかそういうかっこいいビートの効いたなんかプラネタリウムがあっても、ダブステップ聴きながらね、いいっすよね、星見たりとかね。そう、いやだって言ってた、それは入ってみたいですね。だって大平さんがプラネタリウム作った理由って、あの少子化対策って言ってきたんだよ、いきなり。いや本当に、いや、あそこにカップルで行ったらね、手ぐらい繋ぐはずだよ。 あんだけ暗くて素敵な場所作ってるのに、なんでお前ら真面目に見てんだっつってもっとイチャイチャしていいらしいんですよ。そのために作ったらしいですか、きっかけ作り。そうそうそう、ハプニングプラスが危険なところになっちゃう。そのぐらいのね、あ、やべ、またビジョンで映ってるんだったね。間違えた間違えた、はい、そう。え、例えば好きな星座とかそういうのもあったりするんですか、今や。好きな星座ですか。でもまあオリオン座とかは見つけやすいですよね、肉眼で。まあね、それはそうですね、見てます。ペテルギウスとか、もう爆発してんのかしてないのかみたいな、気になりますね。素人だとどっから入っていくといいんですか、星月とか。気になりますね。まあでも月からじゃないですか、一番わかりやすい月の満ち欠け。月、ああ。確かに神秘的ではあるな。本当に満月の時とか、なんか本当に大きく見えるんですよね。大きく見えるよね。色も黄色く見えたりとかね、オレンジ色に見えたりとか。すごい明るいなと思ったり。あとはまああの天体望遠鏡まで行かなくても双眼鏡でも、こんなに都内でも星いっぱい見えんだみたいな。大丈夫ですか。そうなんですか。見えますよ。それ本当に代々木公園で大丈夫ですかそれ。あのね、あのそう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 、あの長野の方に天体望遠鏡でやってたらパトカー来ました。ダメですよ。で、何してるんですかって言われて、星観察してるんです、東京から来ましたから、もっと見える場所を教えてくれていいおまわりさんだったんですけど、よかった、じゃあそこの東京行った方が見えますよって言われて、ちゃんとそこはね、疑いは晴れたんですね。いや、でもそう思われちゃうから、都会で何でもかんでも覗いてると。そうですね、都会だとそうなんですよ。でもね、星いいですよ。なんかこう、光に導かれる感覚っていうのは僕たまらなくて、やっぱりこうなんか落ち込んでると必ず出口を探したくなるじゃないですか。で空で光ってるものが必ずいてくれるっていうのはね、また真面目に語ってますよ。いや、でも、ちょっと思いました。要するにほら、ね、とにかくクリエイターだったりミュージシャン、アーティストの方っていうのは、ほら、中でする作業があまりにも時間多いじゃないですか。そうですね。だからどうしてもあんまりそういう時間が今までなかったと思うんですよ。あと基本的に夜型だっていうのが良かったですね。レコーディングとかやってるのがやっぱり深夜なんで、ちょっと息抜きに外出て、いいですね、星を見る。星を見るっていいですね。ちょっといいな。いや、いいですね。なんかかっこいいですよね。名前に星ついてるの。そうなんですよ、星好き。いや、星は好きです。その星が好きというか、なんか星が好きというか、なんかおかしいね、なんかね。俺ついてんだよ。そうなんですよ。そう、これで涼って読むんですけど、まあ、一応なんか星かわいいなと。両星じゃないんだって、またさっきの話に戻っちゃう。でもあれじゃない、ほら、あのダンスもさ、結局レッスンする場がないとか、練習がない頃って夜やってたって言ってたじゃん。公園とかね。僕なんか田舎だったの、実家が田舎だったので、もう夜とかもすごい星見えるんですよ。